どうも、バーチャルフォックスの矢谷です。本日紹介するワールドはトンボバトルフィールドシャドウバリー、通称トンバズの新作でハロウィン風なステージを舞台にした PVP ワールドです。舞台はお城と墓場などファンタジーと現代が組み合わさったハロウィン仕様。ここでプレイヤーたちが落ちている武器を拾ってドンパチを繰り広げることとなります。落ちている武器はバズーカをはじめとして耳なんやマムマムなど多岐にわたります。射撃武器は打ち切ったらそれまでの使い捨て仕様、打ち切ったら相手に投げつけてやりましょう。射撃武器のみならず近接武器もあります。近接は攻撃以外にも防御ができたりします。武器によっては相手を大きく吹き飛ばしたりします。うまく活用しましょう。盾などを拾って身を守りつつ射撃武器を使うなどして相手を攻撃したりもできます。武器がなくても素手で相手を攻撃することもできます。ダッシュ攻撃もできるので意表をつきましょう。相手を連続でキルできれば一時的に強化モードになります。なったらガンガン攻めていきましょう。ステージの各場所には回復アイテムやシールドがあります。見かけたら取っていきましょう。ステージ中央は奈落が広がっており、うっかり落下すると問答無用で1デスです。注意しましょう。ルールはいつものように一つの拠点を奪い合うキングオブザヒルや相手の拠点までドラム缶を運ぶベイロード、シンプルにクルスを競い合うチームデスマッチなどもあります。もちろんチーム戦以外にも個人戦などお好みで選ぶことができちゃいます。ルールの他にダメージ量など細かく設定できますので、お好みのルールでフレンドと協力したり競い合ったりしてドンパチを出しましょう。てな感じでクエスト対応もされた新作トンバと、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。